持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するため、国連は2030年を起源とする17の国際目標を定めました。そして名古屋大学 COI が貢献するのは4つの目標。私たちが目指すのは地域イノベーション。高齢者が自らの意思でいつでもどこでも元気に移動できるモビリティ社会。名古屋大学 COI はその実現に向け5つの領域での研究を推し進めています。モビリティ研究では、人と車、その両面から高齢者がより安全に、より安心して移動できる技術の確立を目指しています。危険を察知すると直接ドライバーに伝えて誘導したり、さりげなくハンドルやブレーキを操作して安全を確保する、そんな運転指導員のような人工知能を開発、高齢者の先読み運転をサポートします。さらに運転の改善を促すドライバーエージェントを研究開発しています。情報基盤研究では、情報サービスによって高齢者の外出を増やし、社会活動を促進するための研究を行っています。身につけたセンサーで行動パターンを分析収集、行動予測に基づいた提案を行い、積極的な社会参加を促すようなシステムを開発しています。暮らし健康基盤研究では、病気や生活環境をより簡単に検査し、高齢者の日常生活から健康不安を減らすデバイスを研究しています。ウイルス、細菌、がん細胞をキャッチするナノスケールのガラスフィルターを開発。これにより簡単な検査で薬を選び、病気の予兆をいち早く察知するデバイスの実現を可能にしました。現在、病院での臨床研究を行うなど、実用化への道を着実に進んでいます。サステナブル基盤研究では、高齢者の身体機能を理解し、心と移動をサポートすることで健康寿命を伸ばす研究を行っています。現在開発中の歩行支援ロボットは、移動を楽にしてくれるばかりか、いつまでも自分の足で歩き続けられるよう歩行のトレーニングも提供します。さらにスピードや歩幅などの体力を測定し、日々の変化を記録、利用者の状態を見守り、歩く力の衰えを防ぎます。そして2018年より実際の高齢者施設での運用を開始、その効果を検証し、社会実装への第一歩を踏み出しています。協調領域研究では、自治体と協力しながら社会実装への道筋を模索しています。中山間地域でのマイカーの相乗り実験は、豊田市の協力のもと、モビリティブレンドとして実際に運用し、その有効性を検証しています。また春日井市では、地域限定の自動運転サービス、ゆっくり自動運転の実証実験を行っています。実際の街で運用し、改良を重ねることでシステムの信頼性を確保、地域限定で低速、安全が担保されやすいこともあり、自動運転のいち早い普及を見込んでいます。さらにこうした仕組みを支える新たな技術開発にも取り組んでいます。 IT 技術を活用し、交通をマネジメントするダイナミックマップ、運転に関連するリアルタイムな情報を地図に組み込みました。このシステムを活用すれば、高齢者が苦手な合流もご覧の通り、周囲との調停をシステムが行うことで不安なく合流できるのです。地域イノベーションを掲げる名古屋大学 COI。
名古屋大学と日本を代表する企業、そして地域が一体となって高齢者が元気になるモビリティ社会を目指しています。誰一人取り残すことのない、そんな社会を実現するために。